今回はダイソー 300円 スピーカーを使ってパソコンモニターの下用にマトリックスサウンドバーを作ってみました。以前マトリックススピーカーを作った時にモニターの下にサウンドバーとして作った方がいらっしゃったようで、私も作ってみようと思い立ったわけです。今使っているエイサーのモニターは映像はとてもいい感じなのに、内蔵のスピーカーがしょぼすぎます。以前の動画でモニターの下にバスレフ型のスピーカーを作ったこともあるのですが、立体的な音が欲しくなったので作成することにしました。こちらがダイソーに売っている300円スピーカーです。箱を変えて外部アンプで鳴らすと1個あたり150円とは思えないほど良い音で鳴ってくれます。今回はユニットを3個使うので2セットを解体します。1個は作成中にとあることを思いついたのでそのまま残しておきます。背面にあるネジを4箇所外すだけで簡単に分解できます。ユニットだけを取り出しました。使いやすいように赤黒ケーブルに付け替えておきます。この時ケーブルの向きがユニットの下ではなく後ろに来るようにするとユニットの取り付けが楽なのでおすすめです。モニターの下のサイズを測ってパネル層で材料をカットします。木工用ボンドで天板と底板、側面板を接着していきます。これで枠が出来上がったのですが、ここで重大な問題が発生しました。なんと枠が小さすぎてユニットが引っかかり中に入りませんでした。そこでユニットの入る位置だけ切りかけを入れてスペースを作ることにしました。ユニットの入る位置を鉛筆でマーキングして、その左右にノコギリで2ミリから3ミリの切り込みを入れます。切り込みの位置にある合板のつなぎ目をのみで書いていきます。その後、平坦になるように削っていきます。最後に紙ヤスリでバリを取るとユニットが収まるようになりました。バフルにユニットの取り付け穴を開けます。穴の直径は約52ミリです。きれいに穴が開きました。メンテナンスは背面からできるようにします。ネジを止める穴とスピーカーケーブルを出す穴を開けます。ネジ穴には皿取りビットで皿を取っておくとネジが浮き出ず仕上がりがフラットになるのでおすすめです。ネジ穴が開きました。バッフル側は木工用ボンドで接着します。隙間ができないように一周ぐるっとボンドを塗っておきます。ずれないように重しを置いて2時間ほど乾燥させました。ボンドの乾燥後ユニットを取り付けます。ユニットの取り付け穴にはあらかじめ皿取りビットで皿を取っておくとバリでユニットが浮くのを抑えることができるのでおすすめです。またネジの取り付けは対角締めをすると良いと言われています。
ユニットが取り付け終わりました。続いてマトリックスの配線をしていきます。配線は左の図のように接続します。ハンダゴテを使ってケーブルが外れないようにすると同時に、接続部は熱収縮チューブで絶縁しましょう。あらかじめどこに何をつなぐのかを書いておくと作業がスムーズになります。これで配線作業は終了です。アリエクスプレスで購入したウレタンの吸音材を中に入れて、中にケーブルを収納してアンプに接続するケーブルを背面板の穴から出します。ネジで背面板を取り付けます。最後に下部の四隅にゴム足を取り付けます。このゴム足はモニターの足の高さに合わせました。これで完成です。早速今まで作ったスピーカーと聞き比べてみましょう。
回の周波数を比較したものがこちらになります。緑色が今回作ったマトリックスサウンドバーです。意外にも前回作った黒いバスレフより低域は出ていたようです。しかしながら昔作ったマトリックスと比べるとスピーカー容積の差があるためさすがに出ていなかったですね。今回はダイソー 300円 スピーカーを使ってモニターの下に設置するマトリックスサウンドバーを作ってみました。材料はダイソーの300円スピーカー2セットと端材を使って1000円以下で作れました。モニターの前で立体的なサウンドを楽しめるようになりかなり満足しています。今後も自作スピーカーに関する動画を作成していきますので、ぜひチャンネル登録・高評価をよろしくお願いいたします。